もどうも、花宮ネクです。ユニコーンオーバーロードをやっていくぞ。前回、清楚でキュートなヒーラーのシャロンさんが加わりましたが、どの前衛と組ませようかなって悩み中、ホドリックさんかな？いや、私は私の欲望に従うぞ。清楚な美少女は、屈強な青年と組んでほしい。ブルーノ君、お前の出番だ。後で確認したところ、シャロン・ブルーノには親密度会話が2つもあったしな。シャロン・ホドリックには親密度会話が全くなかったし、公式模様分かっとる。ちなみに前回シャロンさんが仲間になった時に、やっと花が加わった。って発言して、クロエさんがいるやろがい的なコメントをいただきましたが、クロエさんはめっちゃ可愛いけど、悪いけど花じゃないよ。前回解放した町のブグ屋でルーンソードっていう剣を発見。装備すると魔攻が14上がり、魔攻 1.5 倍で殴れるスキルが使用可能。強そう。12000G はあまりにも重いが、貴重な魔法攻撃だし勝ってよかろう。アレイン王子、装備しときな。さて、次にどこに行くかですが、ここから南に露出度が高い魔女さんがいるという情報を入手。私は露出度が高い魔女さんに目がなくてね、急いで向かうぞ。年老いた魔女が捜索されとる。老魔女は別に嫌いじゃないけど、露出度が高い老魔女は嫌いだぞ。その辺は大丈夫か？そうそう、ヤーナさんって名前だったね。事前情報でお姿はカネガネ。なるほど、そのいでたち、そしてその名前、先々代の王に仕えられた宮廷魔術師ヤーナ様のご子孫とお見受けした。まあそうね、孫みたいなものよ。懐かしい。幼い頃、ヤーナ様には随分世話になったものです。まさかそのお孫様とこのような場所で巡り会えるとは。ところで、先ほどゼノイラ兵が年老いた魔女を捜索していたが。ああ、私の里の長ね、捕まらないよう隠れてもらっているの。でも里の方はゼノイラ兵に制圧されてしまって。そんなことが。お願い、私の里を救うのを手伝ってくれないかい？ああ、放っておくわけにはいかない。協力させてもらう。ボーモン様、どうした？逃げ出したローマ城を見つけたのか？はっ、怪しいものを片っ端から捕らえてきました。バカ者、ただのばあさんを集めてどうする？もう一度探してかい。それが保証から報告が入ったのですが、反乱軍と思われる部隊がこちらへ向かってきておりまして。なんだと？なぜこんなところに反乱軍が？いかがしましょう、応援を要請しますか？いや、落ち着け。俺は手柄を上げる好機かもしれん。は？残る魔女はあと一人、じきに見つかるだろう。それに加えて反乱軍の掃討もなしたとなれば、昇進も夢ではない。よし、応援は呼ばなくてよい。我々だけで打って出るとしよう。重装兵は魔法に弱い。ヤーナさんが大活躍のステージなんだろうが、アレイン王子も魔法斬りができるようになったんで暴れてもらうぜ。
ふむ、腰つきがすごすぎる、いい仕事してますね。で、アイスショットは1倍攻撃しつつ凍結、被弾するまで行動不能を付与。マジックセーバーは味方の物理攻撃に魔法を付与。戦士と組ませろって感じね。考えるんだ。ウーム、マップ全域を見てみると左下に拠点、右下に本拠地があるな。左は重装兵が多め、右は見張り台が多め。ウーム、二正面作戦で行ってみる。左は魔法攻撃ができるヤーナ隊とアレイン隊、右はアシスト射撃が効かないレックス隊とバリケードを破壊できるブルーノ隊で。腕が鳴るぜ。お、ヤーナさんにアシスト魔法を要請できるぞ。まあ使わないでいいか。頑張れ。アシスト射撃はレックス君のリーダー効果で効かん。で、ジョセフさんは2回も味方に火ダメ半減バリアを張れる。防御を固める。バリアがあればレックス君のソロ前衛で大丈夫だと思ってたんだけど、ダメそう。勝ったぜ。で、このバリケードね、さっきも言ったけど、どうもブルーノ君はこれを破壊しやすいらしいんよ。さてと、わかった。一定回数ぶつかれば破壊できて、パスカールやグラディエーターなら破壊しやすい。なるほど、それなら騎馬兵で高速でぶつかりまくっても良さそうね。馬がかわいそうだが。さて、ヤーナ隊の初陣。よくも里で好き放題してくれたね、ゼノイラ軍。観念しな。分けてあげるわ。守ってみせよう。氷漬けに。そうか、いてつけ。ほう、あんなに面倒くさそうな重装兵がバタバタと倒れていくわ。いいね。順調だね。ガッツンガッツン弾かれるな。4回ぶつかれば壊せるっぽいっすね。私の魔術が通じるか。おっと、普通の戦士相手はきつい。アレイン王子よろしく。マジックウェポンで24魔法ダメージ出れば十分ですね。そうだ、どこまで。アレイン王子の作戦を微調整してと、まあ基本はマジックウェポンを使う感じで、345行目が完全に無駄だけど、まあええやろ。考えるんだ。ここまでやってきたけど、道が狭い上に敵のアシストが多くて、なんともこれ以上進むのは難しそうだな。ここだな。左側は一旦諦めて右側の道を突破できませんかね。これ行けばいいんだな。俺に当てようってか。何、アローレイン、お前もブレイブスキル使うのな。そういやゲージっぽいのがあったな。あれを持ってるとブレイブ使うのか。見とけよ。やばい、ダラダラ戦ってたらスタミナがきつい。休息のウェイトが長い。とりあえずまだ元気なブルーノ隊でレックス隊をかばわねば。何、アローレイン、禁断の二度打ち。めちゃくちゃ食らった。しかしここで引くわけにはいかん。傷がひでえな、どうにかしねえと。ああ出発だ。ああ、アシスト射撃ゴミだと何もできずに死ぬ。もうええわ、アイテム使う元気もない。やり直しだ。っていうか焦ってかばいに行っちゃったけど、ウェイト中の味方ともチェンジできたのかな。要検証だな。はい、10分ぐらいかけてやり直しました。今回はレックス君を外してホドリックさんをリーダーにしたよ。2つ目の見張り台まで来れたものの、スタミナがきついのは変わらずです。我こそは堅牢なる盾。ホドリックさんで殴りかかっても硬すぎて落とせる気がしないんだよね。魔法部隊が必須だな。どうしたものか。左は左で相変わらずスタミナがきついしな。アレイン隊のスタミナはゼロ、ヤーナ隊は休息中です。終わった。の力行くよ。指示をくれるかい。休息が終わったな。これでもうちょっとは戦えるが。うん、
どう理解してやろうかな。あれ、あれ引退、スタミナがゼロなのに戦えるの？え、めちゃくちゃ元気に戦えるやん。もしかしてスタミナがゼロになっただけなら移動できなくなるだけで戦えるの？全然普通に戦ってるがな。知らなかった。スタミナがゼロになったら行動不能になるものかと。収束しなければ大丈夫なのね。じゃあここでアレイン隊に弁慶してもらってるうちにヤーナ隊が横をさっと通り抜けてけばええんや。なるほどね。へっ、ここは通さねえぜ。たとえ体力の限界になってもアレイン君は戦う。我が解放軍はとても労働の喜びがあり、自己実現が可能であり、実際安心。ヤーナ隊も敵本拠地に到着。ちょっとだけ有利ってぐらいか。大丈夫かな。どう料理してやろうかね。まあ困った時はパワーリキュールを飲めばええねん。スーッと余ダメージ 30% が効いてくるってもんよ。貴様らにはわしの出世の足がかりとなってもらうぞ。あんたが敵将かい？里はおとなしく返してもらうよ。ん？他にもまだ魔女がいたと。普段のローマ女とは違うようだが、お前も捕らえて連行してやろう。会話が噛み合わないな。まあ敵前衛だけでも落としてくれ。そこで待った。行きなさい。させるかバカ者。さすがにめっちゃかばってくるな。面倒な。氷結備えよう。まあこの調子で殴り続けられれば勝てるはず。後方支援は任せろ。アシスト射撃を要請すると逆に余ダメージが減る。乱数の問題かな。あ、ちなみに編成をちょっと変えて乱数変更する小技があるらしいけど、さすがに面倒いんで私はやりません。アシストのオンオフだけはやるけどね。分けてあげるわ。弱まばかりな。させるかバカ者。これオッケー。こりゃあ価値格ですわ。このまま前進いたしましょう。とどめは戦闘演出カット。いい感じの大盾を落としてくれた。もっとお金が欲しいな。ブグ屋の商品に魅力的なのが多くてね。それで佐藤佐殿はどちらに？まだ気づかないのかい？まだまだ青いね、ホドリック坊や。な、その呼び名、まさか宮廷魔術師のヤーナ様。そんなバカな。私が幼い頃にお会いした時はもっと、その年老いていた。そう言いたいのだろう。元の姿じゃ誰が佐藤坂一目瞭然だからね。動きも鈍いし、それで魔術で若返ったのさ。代わりに多少魔力も劣るけど。なんと、そのようなことが可能だとは。師匠に教わった秘術中の秘術さ。そう誰にでも真似できないよ。改めてアレイン王子、私も解放軍に参戦させてもらうわ。かつてコルニア王家に仕えた身、祖国解放に協力させてちょうだい。こちらこそ願ってもない。どうかよろしく頼む。
ボーモン様。もうおしまいだ。任務失敗など到底許されないだろう。ボーモン様、どちらへ。一つ当てがあってな。遠い遠い地だ。ついてくるか。もちろんです。どこへでもお供します。そうかそうか、なら来るといい。共に武器など捨てて新しい商売を始めるとしよう。ヤーナさん加入やったぜ。今後はアレイン王子と組んで重装兵ぶっ殺しゾーンとして頑張ってくれ。ってなところで今回はこの辺で、よければフォローやチャンネル登録よろしく。